35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編1、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。2020年8月よりビムシムを使いこなすことに的を絞ると称して、主にレビットに対してですね、お話をしておりましたが、2020年11月12月に関してはオートキャドに対するお答えというところですね、お話をさせていただいております。こんなご質問がありました。鉄筋部分の表現方法を変更するときの何か良い方法はないでしょうかというところです。ダイナミックブロックのお話をちょっとさせていただきました。数多くの正規なブロック定義の一つを挿入するのではなく、形状、サイズ、環境設定を変更ですね、挿入した際に一つずつ変更できるダイナミックブロックというのはいかがでしょうというお話をさせていただきました。ダイナミックブロックの場所に関してなんですが、挿入の中のブロックですね、まずブロックとしてはブロックを作成していただくというところになるんですが、作成終わったブロックに対してブロックエディターで開いていただいて、このブロックエディターのところでですね、ダイナミックブロックに変更をしていくというところになります。またブロックに関してなんですが、必ずですね、変更していただいた後、この緑のレデンチェックで閉じないと元の場所に戻れませんので、お気をつけください。今までオートキャドレビットの質問ですね、たくさん答えさせていただきました。今月来月に関しては、特にオートキャドに関してなんですが、いつも一答形式で全部はお答えすることはちょっと難しい、量的にもとても多くなるので今後の課題ということになりますが、あるものに対して一問一答形式の動画を作ってお話をさせていただいております。またこのような時にご質問が多いように感じます。無料のオープンチャットを始めました。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしております。いかがでしたでしょうか。ビムシムレッスン TV オンラインは今回はここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。